はい、どうも皆さんこんにちは。東京キャンパーズベースのジョーパパです。どうもこんにちは。初めましての方もどうぞよろしくお願いいたします。いつも動画を見ていただきありがとうございます。また高評価や嬉しいコメントなどいつも励みになっております。どうもありがとうございます。それで今日の動画なんですけども、タイトルがこちら、キャンピングカーのトイレの話ということで、今日はお話ししていきたいと思います。今日の動画なんですけども、キャンピングカー購入前、特にトイレが必要か否か悩んでる方にぜひ見ていただきたいと思います。そしてキャンピングカーをすでに所有してるよっていうオーナーの方もぜひこの動画を見ていただいて、あなたの価値ある体験や意見をコメント欄にぜひご提供いただきたいと思っております。その先輩オーナーの貴重で価値ある情報っていうのは、これからキャンピングカー選び、特にトイレに関してどうしようかなってこれから悩む方のために大変有益な情報になると思うからです。で、最初に注意なんですけども、今日の動画、これからお話しする話っていうのは、トイレそのものを紹介したりだとか、あとは使い方やその処理方法なんていうのを紹介する動画ではありません。そういうのを必要としている方は、YouTube 上で他の YouTuber さんも詳しく説明されている動画が多数ありますので、そちらの方に飛んでいただいた方がいいかなと思います。そういう使い方だとか処理方法っていうのも大事だとは思うんですけども、キャンピングカー購入前の人たちっていうのは、きっともっと気になってることがあるはずだ。というわけでこの動画を作りました。この動画では次の項目についてお話していきたいと思います。まず一つ目が、キャンピングカーのトイレって匂いとかどうなの？で、次の項目が、キャンピングカーのトイレってタンクが満タンになっちゃわないの？で、その次が、キャンピングカーのトイレってタンクが満タンになっちゃったらどうするの？で、その次が、キャンピングカーのトイレって使いづらくないの？で、その次が、キャンピングカーのトイレってそもそも必要？で、その次が、キャンピングカーのトイレ、不要な人、必要ない人ってどんな人？っていう項目ですね。といった6つの項目に関して、キャンピングカー歴7年の私がリアルな体験談とともにお話ししていきたいと思います。今、キャンピングカー歴7年っていう言葉が出たんですけども、ここでちょっとだけ私の自己紹介をさせていただきたいと思います。私はキャブコンタイプのキャンピングカーを所有するアラフォーパパのジョーパパと申します。どうぞよろしくお願いします。で、キャンピングカー歴に関しては先ほど申し上げた通り、昨年の11月で7年になったところです。で、その7年の間にキャンピングカーを2台乗り継いでおります。両方とも国産のキャブコンタイプのキャンピングカーなんですけども、1台目がバンテック社のレオバンクスというキャブコンに乗っておりました。で、今乗ってるのが2台目のオルビスユーロというキャンピングカーになります。こちらはキャンピングワークス社というビルダーで作られたキャブコンタイプのキャンピングカーになります。というわけで、これからこの動画見ていただくわけだと思うんですけども、昨日今日乗り始めた素人がお話しするわけじゃなくて、一応そんな感じである程度の経験を持った上でお話しさせていただきますので、キャンピングカーを売る側のセールストークじゃなくて、実際7年間ユーザーとして使ってきたかなりリアルなお話っていうのをこれからできると思います。で、今日のこの動画を見ることで、キャンピングカーのトイレ事情に関して、なんていうか製品紹介ではつかめないような、実際使ってきた、かなりリアルなイメージがつかめるだけではなくて、これからキャンピングカーを選ぶ、トイレをつけようかどうか悩んでるっていう方にとって、自分にとってトイレは必要かどうかについての判断がとてもしやすくなるんじゃないかなって思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。はい、で、こちらのチャンネルではキャンピングカーや車中泊に関するちょっと深掘りしたお話や、実際にキャンピングカーに乗っていくいろんな旅の動画を Vlog 風に制作したりしております。実際にキャンピングカーを持ってる方はもちろんなんですけども、キャンピングカーは持ってないんだけど実はちょっと興味があるんだよ、そういう方にも楽しんでいただける楽しいチャンネルになっておりますので、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録をしてから動画の続きをご覧になってください。それでは本題の方入っていきましょう。はい、それではこれより本題に入っていくんですけども、まず前提情報としてお話ししておきたいのが、我が家の状況といいますか家族構成なんかをまずお話ししておきたいと思います。トイレを使用する人数とかも大事なポイントになってきますからね。まずうちの家族は、私と奥さんと、あと小学4年生のちっこい男の子が1人います。それでペットも飼ってまして、ちっちゃいこんなちっちゃいチワワが2匹います。そういった家族構成で、車は先ほどもお話した通り国産のキャブコン、キャンピングワークス社製のオルビスユーロという車に乗っております。今ここに写真出てると思うんですけども、こんな感じのキャンピングカーに乗っております。なのでそんな感じの車に今お話したような家族構成で使っているっていうことをなんとなくイメージしながら聞いていただけたらと思います。で、最初にお話しする項目がキャンピングカーのトイレって匂いとかどうなのっていう項目
これに関しては、なんていうかトイレ自体、キャンピングカー用のトイレって、まあいろいろ種類があるんですけども、まあうちのキャンピングカーについているトイレで言うと、カセット式っていうトイレなのかな、居住部分の一角にマルチルームっていう部屋があって、その中に、トイレが設置してあります。で、その下の方に、要は汚物が溜まるブラックタンクというのがあるんですよね。まあ、そういう構造のトイレなんですけども、まあそのブラックタンクっていうのは、車外から引っ張り出してダンプができる。要は、汚物の処理ができるっていう構造になってるんですよ。だから匂いに関して言うと、その車によってはこのトイレ自体とかその下にあるタンク自体が、まあ、長期間の使用による、まあ、劣化があったりした場合に多少匂う車があるっていうことを聞いたことがあります、まあ、ですが、まあ、うちのキャンピングカーに関しては基本的には匂いません、まあ、あとは車によっては換気設備がなかったりっていう車ももちろんあると思うんで、そういう車の場合は多少匂いがこもっちゃったり、まあ発生した匂いが抜けづらかったりするんで、もうその匂いが発生する確率っていうのは多少高くなるのかなっていう気がします。ただ先ほど言いましたけども、うちのキャンピングカー現状では基本的には匂いません。まあうちの場合匂い対策としてしてることがあるとすれば、まあうちの場合はっていうか基本的に多分皆さんトイレがついてるユーザーの皆さんは大体やってると思うんですけども、トイレタンク用の薬剤っていうのがあるんですよね。なんていうか消臭効果が結構強いやつがあるんですよ。まあうちはそういう薬剤を使用してるっていうことと、あとはその換気設備ベンチレーターを使用しながら換気っていうのもなるべくこまめにするようにしてます。で、あとは我が家の場合はだいたいキャンピングカーの旅って言ってもだいたい通常で言うと1泊で多くても、まあ、2泊3泊ぐらいまでが多いと思うんですけども、まあ、要はそれ以上の長期間の旅っていうのはあまりしないからだと思います。ただやっぱりこれが3泊を超えて4泊以上ぐらいになってくると、まあ、多少匂ってくることがあるかなっていう感じです、まあ、これは何かっていうと、まあ、そのトイレの使用回数によって、ブラックタンク汚物が溜まるブラックタンクのその満タン具合っていうんですかね、まあ、それによるものだと思います。やっぱりそのトイレの下にあるタンクが、まあ、満タンに近くなればなるほど匂いが漏れやすくなるのかなっていう印象です、まあ、そういったことを防ぐために、まあ、うちの場合は、まあ、計画的に、まあ、3日に1遍ぐらいそのダンプステーションがある RV パークを利用することなどで、まあ、予防してるというか対策をしております。ちなみにこれからキャンピングカーを購入するなんていう方にとっては、今出てきた言葉 RV パークだとかダンプステーションだとか、ひょっとしたら知らない方もいらっしゃると思います、まあ、簡単に言うと、まあ、ダンプステーションっていうのはそのブラックタンクに溜まった汚物っていうのを処理できる設備のことを言うんですけども、そういう超便利な設備があるんですよね、まあ、どこにあるかっていうと主に RV パークという施設にあるんですけども、まあ、RV パークに関してはこんな動画も用意しておりますので、まあ、この動画を見ていただくとどんなもんかっていうのが大体わかると思います。もしよかったら概要欄にリンク貼っておきますので、まあ、この動画を見た後にでもぜひ見てみてください、まあ、ただ注意点として全国にある RV パークの全てにブラックタンクがあるわけじゃないんですよね。なんでそこら辺は事前確認などの注意が必要ですよね。で、次の項目がキャンピングカーのトイレってタンクが満タンになっちゃわないのっていうことなんですけども、まあ、これはたった今お話しした通り、もちろんどんなに使用頻度の低い人でもそのブラックの処理をしなければトイレを使用する限りは必ずいつかは満タンになります、まあ、我が家の場合でも前の項目でお話しした通り、まあ、旅行の3日目か4日目ぐらいにはもう満タンになってきます。まあ、そうなると、まあ、これも繰り返しですけども、やっぱり匂いも漏れやすくなってくるし、まあ、当然満タンになっちゃうとそれ以上使用することができなくなりますので、まあ、なるべくそうなる前に対処したいというか処理したいところですよね。はい、そして次の項目がキャンピングカーのトイレってタンクが満タンになったらどうするのっていう項目。まあ、私の場合は前の項目でお話ししたようなことから、だいたい長期間の旅になると3日に1遍ぐらいはまあダンプステーションのある場所を探してそこに車中泊するっていうことをしています。まあ主に RV パークですよね。ただもうこれも先ほどお話ししました、残念ながら必ず RV パークにダンプステーションがあるとは限らないので事前の確認っていうのが必須になります。まあ、その施設また RV パークにダンプステーションがあるかないかっていうのを確認しないとダメってことですよね。で、まあ、ここでリアルなお話をすると、まあ、RV パークといえどもダンプステーション完備のパークを探すっていうのは結構大変なんですよね、まあ、ダンプステーションが完備されている RV パークっていうのは要は探してみるとぶっちゃけあんまりないんですよ、まあ、なのでこれに関しては全国の
キャンピングカーユーザーが快適に旅をするにはまだまだダンプステーションの数が足りないっていうのが現状ではないでしょうか。まあトイレ処理っていうのはキャンピングカーユーザーの大きな悩みの一つでもあるので、ダンプステーション設備がもっと増えてほしいっていうのは多くのユーザーの願いではないでしょうか。まあこの動画っていうのは、まあぶっちゃけるとキャンピングカーのトイレって便利ですよっていうことをお伝えしたいんですけども、まあ実際こういうデメリットというか、まあ、ネックですよねっていうのが事実あるっていうことは覚えておいていただきたいと思います。じゃあ次の項目いきましょう。キャンピングカーのトイレって使いづらくないのっていう項目、これに関しては例えば家庭用の、まあ、家庭用のっていうかわかんないですけど、普通のトイレ、例えばお家にあるトイレだとか道の駅にあるトイレだとか、そういう、まあ、一般的なトイレと比較してっていうお話なんですけども、なんていうか単純にそのサイズの話で、キャンピングカー用のトイレって、まあ、少なくてもうちのキャンピングカーについてるトイレっていうのはなんかやっぱ若干ちょっとサイズがちっちゃめかなっていう感じがするんですよね。で国産のキャブコンともなると、まあ、そもそもトイレがあるマルチルームっていうのがそんなに広くないんですよね、まあ、あくまで私の感想ですけども。なんでその狭いスペースの中でそのやや小さいトイレに座って用を足すっていうのは、まあ、使いやすいか使いづらいかっていうのはそんなにご想像に難しくないと思うんですよ。でましてや例えば軽キャン、軽自動車をベースとした軽キャンにポータブルトイレを積んでるような人っていうのは、まあ、私その経験はないんであくまで想像ですけども、やっぱりどうかなっていう感じがするんですよね。でましてや、まあ、そのトイレ自体、まあ、うちのキャンピングカーのトイレの話ですけども、まずウォシュレットはないし、もちろん暖房便座もない、まあ、キャンピングカー用のトイレって言ったら大体そんな感じなんじゃないかなって思うんですけども、まあ、それこそ家にあるトイレと比べてしまうと、まあ、やっぱり使いやすいとは言えないんじゃないかなっていうのが正直なところです。だけどっていう話なんですけど、そこら辺っていうのは実は大した問題じゃないと私は思ってるんですよ。っていうところで、まあ、なぜかっていうところを次の項目でお話ししたいと思います。はい、じゃあ続けて次の項目いきましょう。次の項目がキャンピングカーのトイレってそもそも必要っていう項目になります。で前の項目で話したように、決して広くなく、ましてや高性能でもないキャンピングカーのトイレが必要か否かっていうお話なんですけども、まあ、これはズバリ結論から言います、まあ、結論というかあくまで私の我が家の場合はっていう話なんですけども、まあ、これはズバリ絶対に必要だと思います、まあ、なぜなら、まあ、現時点でキャンピングカーを買ってから7年を過ごして、まあ、現在に至るわけなんですけども、まあ、その間我が家ではキャンピングカーのトイレをヘビーユースしてるからなんです。まあ、頻繁に利用してるからっていうことですよね。まあ、本当に必要ないものであれば多分現時点で使わなくなってるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、結果すごく頻繁に使ってるんで、まあ、だから必要だと思いますっていうふうに言いました。まあ、でも思い出してみると、まあ、私自身もキャンピングカー購入前っていうのはキャンカーに、まあ、要は車の中にですよね、まあ、トイレがあること自体にすごく抵抗があったっていうのは事実です。だって、まあ、なんでかって言ったら、まあ、キャンピングカー未経験の段階の私から見たら車の中でトイレをするっていうイメージがいまいち湧かなかったんです。で、まあ、なんといってもやっぱり匂いそうじゃないですか。であとは処理がめんどくさそうとか、そのたまった汚物はどこで捨てればいいのとかみたいなネガティブなイメージが、まあ、すごく多くあったからなんですよ。といっても結果トイレがあるキャンピングカーを買ったんですけども、キャブコンタイプのキャンピングカーを買ったんですけども、まあ、その当初は、まあ、一応トイレ付き買ったけど多分使わないだろうなぐらいに思ってたんですよ、まあ、でもですよ、この7年間を経てたどり着いた答えっていうのはやっぱりトイレがあってよかったなっていうことなんです。ではどのような時にキャンピングカーのトイレ、これに恩恵を感じるのかっていう話をこれからしていきたいと思います。キャンピングカーで旅をする時も、まあ、基本的になるべく公共施設のトイレなんかを使うようにはしてるんですけども、なるべくタンクに溜まってほしくないんでね、まあ、どのような時に恩恵を感じるかっていう話で、まあ、例えば一つ目、渋滞時に主に子供がトイレが我慢できないよってなった時で、二つ目が例えば雨だとか外強い風が吹いてる、そういう状況の中で車外に出てトイレに行くのが億劫な時ありますよね。で3つ目が、まあ、例えば夜中など車外に出てトイレに行くのが危険と思われる時、まあ、これは女性とか子供とか特にそうですよね。油断できないですよね。で4つ目が夜中など、まあ、駐車したところに対してトイレがやけに遠い時、まあ、冬なんか寒い中歩いて遠くまで行くの大変ですよね。で5つ目が、まあ、例えば急な腹痛などなんか体調が悪い時、急に来られると焦りますからね。で6つ目が例えば観光地なんかのトイレが激混みで使用できない時、まあ、今6つほど挙げましたけども、まあ、思いつくの6つ挙げたっていうだけで他にもいろいろあります。
まあそんな感じでこれまで旅先での我が家の数々のピンチを救ってくれたのは間違いなくトイレだと思います。それでこれは極端な話かもしれないんですが、例えばトイレ以外のこと、例えば食事だとか寒い時の防寒だとか、そのトイレ以外のことっていうのはその工夫や我慢だとか、あとは代用によってなんとかなるかもしれないんだけども、トイレはトイレでしかできないんです。ちょっと熱くなっちゃいましたけど、そして重要なのはトイレを必要とするシーンっていうのは都合の悪いタイミングでも容赦なく来るもんなんですよ。まあ、つまりは子供や女性、体の弱い人、そして健康的な成人男性であっても、ご飯は我慢できてもトイレを長時間我慢するっていうことはできないと思うんです。皆さんもできませんよね。まあ、だからこそ私はキャンピングカーにトイレは必要だと思うんですよ。まあ、トイレが必要な理由についてちょっと熱く語っちゃいましたけども、じゃあ次の項目、逆にトイレが不要な人、必要ない人ってどんな人っていう項目なんですけども、まあ、この前の項目ではキャンピングカーのトイレに関するユーザー目線のリアルな話から、まあ、最終的に私がトイレを必要とする理由を語りました。まあ、とはいえ必ず全てのキャンピングカーにトイレを搭載した方がいいかといえば、まあ、そうではないとも思います。まあ、そこでトイレを必要としないユーザー像を逆に考えてみました。まず一つ目が、まあ、複数人じゃなくて一人で旅をする人。まあ、これは自分の好きなタイミングでトイレ休憩が取れるし、まあ、自分一人ですんでその体調なんかも把握しやすいですよね。高速でサービスエリアを出てすぐに一緒に乗ってるお子さんがあトイレ行きたいなんてこともないですよね。まあ、そういう意味から一人で旅をする方で、次の二つ目が複数人でもトイレ休憩をこまめに取れる人。さっき長時間我慢はできませんなんてお話をしましたけども、まあ、それこそこまめにトイレに立ち寄ることができれば必要ないんじゃないかなっていうふうにも思います。じゃあ夜中車中泊をしてるときはっていう話が次の三つ目の項目。夜中も車中泊時もですよね。トイレを考慮した場所に車中泊ができる人。ちょっと難しい言い方になっちゃいましたけども、トイレの近くに車中泊ができる人ってことです。まあ、周りにトイレがなかったらトイレはどうするんだろうっていうことになりますからね。まあ、もちろんトイレを積んでなければトイレの近くに車中泊する必要が出てくると思うんですけども、まあ、それが別に可能だよっていうことであれば、まあ、またはトイレがある場所にしか車中泊しないよっていう方であれば、まあ、確かに必要はないかなって思います。で、次の4つ目が、貴重な荷物スペースをトイレに占有されては困る人。まあ、例えば、なんだろうな、軽キャンで釣りに行く人だとか、とにかく荷物が多い人だとか、っていうのはやっぱり必要な荷物っていうのは当然車に積む必要があるでしょうから、やっぱり少しでも荷物スペースを確保したいっていう人は車載トイレのスペースっていうのはある意味必要なくなってくるんじゃないかなって思います。まあ、というかトイレがないことの不便さよりもその荷物スペースの方が大事な人っていうことですね。はい、で次の5個目が、まあ、とにかく車内にトイレがあることが嫌でしょうがない人。まあ、昔の私みたいなタイプの人ですね。まあ、確かにトイレの便利さっていうのは知らない人っていうのは特にそうだと思うんですけども、まあ、トイレがあることによって匂いがしたりだとか処理が大変だったりだとか、やっぱりあまりいいイメージを持てない人がいるっていうことは理解ができます。で、まあ、これに関しては車の中にトイレを置くぐらいだったら、まあ、雨が降っていようが夜中だろうが私は外にトイレしに行きますって思える人だったら、まあ、必要がないとそう思います。まあ、などなど、まあ、あくまで私の想像なんですけども、以上がトイレを必要としないユーザー像になります。どうですか、これを見てるあなたは当てはまりましたか。はい、というわけでこの動画では私の7年のキャンピングカーライフの中からキャンピングカーのトイレに関する考えをお話ししてきました。どうでしょうか、これからキャンピングカーの購入を考えてらっしゃる方、参考になりましたでしょうか。まあ、そういったこれからキャンピングカーの購入を考えてらっしゃる、まあ、そういう方のトイレの要不要っていうのを検討する際の少しでも参考になれれば幸いでございます。で、もしこの動画すでにキャンピングカーを所有しているユーザーの方だとか、あとはユーザーの中でも私ベテランだよっていう方、もし見てらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ下のコメント欄を活用してあなたのキャンピングカーのトイレに対する考え方や、こんな風に便利だったよとか、いや僕はそうは思わないなとか、いろんな意見あると思うので、そういう貴重な情報をぜひコメント欄に書き込んでいただけたらと思います。まあ、そういうリアルなお話が一番参考になりますからね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日の動画は以上になります。で、こちらのチャンネルではこんな感じでキャンピングカーに関する、また車中泊に関するちょっと深掘りしたお話や、実際にキャンピングカーを利用して旅をする動画や、皆さんが楽しめる動画を制作しております。もしご興味あればチャンネル登録をしておいていただけると、最新の
の動画も逃さず見ることができると思いますので、まあ、よろしかったらぜひお願いいたします。でちょっと待ってください。動画閉じる前にグッドボタンを押していただけると私のモチベーションも大変上がりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。それでは別の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。